皆様こんにちはオンコリス紹介動画をご視聴いただき誠にありがとうございます司会進行を務めさせていただきます池部と申しますどうぞよろしくお願いいたしますこの度の企画は浦田社長へのインタビューを通じてオンコリスとはどのような会社なのかを投資家の皆様に知っていただくために公開いたしました この動画では主要パイプラインであるテロメライシンとはどのようなお薬なのか浦田社長に教えていただきます社長よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまずですね、はい、あのテロメライシンについて教えていただきたいんですがその前にそもそも主要妖解性ウイルスとは一体何なのかこちらを教えていただけますでしょうか、はいえー、ウイルスというのはまあ概して人体にはあんまり良くないもの 毒と言ってもいいと思うんですけども、はいまあ、テロメラシンというのは、まあ、毒を持ってがんという毒を制するというそういう考え方から、まあ、生まれたものなんですよね。はい、かつてあのイギリスの、えー、お医者さんがですねアフリカの民族の健康状態を調べに行った時に一、はい、人の子どもさんがこう目がパンパンに腫れていて、はい、よく見たらこの目のリンパにがんができてですね、うん、あまあこれ悪性リンパ腫の子どもだろうと。うんうん いうことでもうこの子もう無理だろうなというふうに思ったらしいんですよね、はい、でその後に定期的に、えー、何ヶ月ごとに村を訪問したんですけども 2>,、うん、2回目ぐらいの訪問の時に、はいえー、その子が熱を出して寝てたんですよね。はい、でいろいろ調べたらはしかにかかっていたと、うん、で,、はい、ではしかにかかっていることが分かってまあうなされて寝てたみたいなんですよ。 そのお医者さんがその村を訪ねたらその子がもう元気で飛び跳ねていて、はい、このリンパ腫もなくなくっっちゃってるんですよね<う>でそれは論文になったんですけれども、はい、その時にそういったいろんなウイルスががん細胞を殺すということはもうその段階から明らかになってたんです。なるほどだから例えば新ししいウイルスが見つかりました、はい、という時にそのウイルスをあの、まあ、活性を見る時にある種のがん細胞を使って。 えー、そのがん細胞の中でウイルスがどれだけ増えて、うん、そのがん細胞をどれだけ殺すかというのが、まあ、一つの、あのーまあ、指標になるんですよね、うん、これがウイルス学の一つの基本なんですよ<ー>でただじゃあそれを人間に使うということはもうみんな考えなかったんですよね、うん、でところが遺伝子を改変する、まあ、特にそのウイルスの遺伝子を改変するということが非常に盛んに行われた時期があってですね、うんはい、でその時にがん細胞だけで増えて、はい 人間の正常細胞では増えないウイルスっていうのが作れるんじゃないかということを、まあ、いろんな世界の学者さんが考えて、はいまあ、しばらく試行錯誤の時代があったんですよね。で、えー、そこで生まれてきたのが例えばヘルペスウイルスというのが最初に人間のがんに使われたんですけれども<ー>でヘルペスウイルスっていうのはあの神経細胞に感染しやすすいんですよん、はい、そのヘルペスウイルスの遺伝子改変いろんなまあこの非常に長いゲノムが入ってるんですけども。 このゲドムがどういう役割してるかっていうのがだんだん解明されてきてんガンというような非常に増殖の激しい細胞だけで増えるウイルスというものをハーバード大学が見つけたんですよね<ー>で、それでいろんな研究がなされて、はい、じゃあ神経のガンって何だとうん、うん、脳腫瘍なんですよ脳というのは神経の塊ですよね、はい、で、まあ脳腫瘍に対してそのヘルペスウイルスを 使ってみようというのがまあハーバード大学の考え方で1990年代から実はまあ彼らはそういうウイルスを使ってもうすでに臨床に入ってたんです私はその結果を見てあの腫瘍溶解ウイルスをやってみたいなと思ったんですけれどもでまあその流れがあって腫瘍溶解ウイルスという一つの治療カテゴリーというか研究カテゴリーが2000年前後ぐらいで出来上がってきたというまあ歴史が ありますす歴史は古いんですねで我々がやっているそのアデノウイルスという、はい、これはテロメライシンの元になったウイルスですけどもこれはあの大変変、まあ、遺伝子改変しやすいウイルスなんですよね、うん、あなぜかというと、はい、このアデノウイルスっていうのはほとんどの日本人は子どもの頃に扁桃腺炎にかかってるんですけども、ね、あれをアデノイドなんて言ったんですけども、えーえー、その扁桃腺炎を起こすウイルスなんですよね。 ですから再発もしませんし、えー、我々子供の頃にかかっているということはもう中和抗体があるということでまあ安全に使えるそれから遺伝子改変もしやすいということで、えー、このアデノウイルスを使った主要溶解ウイルスというのは世界で何十種類も、まあ、あ発明されてきていますその中の一つがテロメライシンというものななんですなるほど、はい、そのテロメライシンは特徴についてもぜひ教えてください。そうですね えー、まず岡山大学が考えたのはがん特異性というものをどうやって出すのかと、はい、でその頃には、まあ、いろんなアイデアはありましたでアイデアはありましたけどたまたまそのテロメラーゼという酵素に着目した、まあ、研究者がいてですねそれを使ったらどうかというようなアイデアがどうもあったようです。でテロメとといいううのは何かというと、はい えー、X 染色体とか Y 染色体というのは、まあ、小学校の理科でも習ったと思うんですけども、はい、その染色体というのは、まあ、要するに二重らせんの DNA の塊なんですけどもね、うん、その端っこ、えー、X とか Y の端っこの部分がテロメアという部分で、えー、テロメアが長ければ長いほど細胞は活発に増殖して、まあ、長生きするというふうに言われてます。ですから子どもさんの細胞というのは、はいまあ、テロメアが長いですね成長するから。 ところが我々みたいにまあ大人になってきますと我々の染色体はテロメアがあんまりないんです。えー、でところが我々の細胞が癌が化するとテロメアが伸びるんです、えー。そうなんですか。えー、伸びるんです。要するに癌細胞は生き延びようとしますから。なるほど。あのテロメアが伸びてですね。はい。え非常にまあ活発に増殖をするようになるわけです。えー、でそのテロメアを伸ばすのがテロメーラーゼという酵素なんですよね。えー テロメラーゼというものは我々の体の中にあります<あ>我々の細胞もテロメラーゼを作ってるんです作ってるけど弱いんです我々の大人になった細胞というのは、えー、でもがん化するとテロメラーゼがどんどんできるようになって、えー、テロメラーゼがどんどん X 染色体の端っこが伸びてくるという現象が起こるんですよねでこの動きに着目した、まあ、研究者がいてですね、はい、そのテロメラーゼを作るための、えー、スイッチ遺伝子といいますかね テロメラーゼプロモーターっていうんですけども、はいはい、それを、えー、アデノウイルスのの遺伝子の中にに我々、えー、入れることに成功したんですよね<ー>、まあ、テロメラーゼプロモーターという、まあ、いわゆるがん細胞だけで増えるようなスイッチ入れちゃう,うスイッチの遺伝子なんですけども、はいはい、がん細胞に感染すると、はい、がん細胞の中で DNA が出てるんですとグろを巻いて。 がん細胞はこのところまいた遺伝子がアデノウイルスってことを知らないんですよ。でがん細胞は自分が生きようと思うからテロメラーゼをどんどん作ろうとしてるんですよ。でテロメラーゼを作るためのスイッチがここに入ってるんです。がん細胞は「おスイッチがあるからこれを押しゃい」って言って押しちゃうんですよ。そうすると何が起こるかっていうとがん細胞のためのテロメラーゼができるんではなくてテロメラーシンができちゃうんですよがん細胞の中で。ちょっと難しい話なんですけども でこの原理を利用して、えーまあ、テルメラーゼプロモーターというのをうまく、まあ、入れることができたそれがテルメライシンというウイルスですなるほどちょっと私にとってはだいぶ難しい話だったんですけどで,す、ね、でもあそういううことなのかそうですねがん<う>細胞の中で、はい、遺伝子を使ってがん、えー、細胞を殺すという、まあ、ある意味での遺伝子治療なんですけれど。 でも、これって、もう本当に今までにない試みですよね。そうですね、あのまあ、そういうものを使って、はいえー、薬になったものは、世の中にまだないですね。このテロメライシンを世に出したいと思われたきっかけは何だったんでしょうか？一番、私が、まあ、の注目したのは、本当に副作用は少ないんですよ。あそうなんですか？例えば、二千年前後の,、はい、あの抗がん剤治療の状況というのは。ええ い、えー、いわゆる化学療法というのがあってですねが、うん細胞は殺すけども、はい、人間の正常細胞も傷つけちゃう髪の毛が抜けるとか、うん、毎日吐き気がしちゃう、はい、からしびれとかそういうのが取れない、うん、まあいっぱいもいろんな副作用が起こるわけですね腎臓が悪くなるとか、はい、でそういうものに比べると肝臓が悪くなった心臓が悪くなった腎臓が悪くなった、えー、脳がおかしくなったこういうような副作用は全くないんですよ。 それは患者さんにとっても非常に、ね、嬉しいですよね実際のところどのような患者さんにどのように投与できるんでしょうかテロメライシン主要妖怪ウイルスが一番まあ治療として使われやすいのは、はい、食べ物の入り口から出口というキーワードができましたその岡山大学の藤原先生というのは消化器の外科の先生で、はい、食道がんというのは治療法がないですし うん、生命予後も全てのがんの中で、えー、下から何番目ぐらい、うんまあ、あんまりよくない、うん、しかも薬がない、はい、だからここはもうニッチな領域で,、うん、で製薬メーカーも全く食道がん狙わない<ー>でも食道がんのおかさん大変ですよ物も食べれないしそうですよねでまあそこにまあフォーカスあったのがまあ我々でまず食道がんからいってその後うまくいけば、まあ、喉とか口の中とか からもう一つ大き肛門のがっていうのは、えー、基本的に切っちゃえとあ<ー>で切っちゃうとどうなるかっていうと肛門なくなるわけですよね縫合、うん、するからでお腹に穴を開けてストーマっていって、うんね、人工肛門作るんですけども、はい、これもまあ匂いとか周りが痒くなったり痛くなったりして、うん、大変こう処理しにくいというか肛門も ある程度このテロメライシンでがんを小さくして肛門を残せるようなオペをすることができるようになると、はい、患者様の q l まあクオリティオブ・ライフっていうんですけどうん、うん、それが非常に向上するんじゃないかということで食べ物の入り口から出口というのが、まあ、我々の今後の狙い目というと。なるほどもうじゃテロメライシンの適応拡大に向けてももう構想をお持ちということですねとにかくあの アンメットな、アンメットメディカルニーズという、まあ、ニーズが満たされていない。がんに対して。まあ、どれだけの患者さんを救うことができるかということを、まず念頭において。開発するということが、まあ、オンコリスバイオファーマーの。まあ、一番大きな目標になっています。うん、でも、ニーズはそこには確実に。あるわけですし。すはい、それがオンコリスの戦略です、ね。そうですね。はい、あくまで臨床現場からの。声を。聞いてやっていきたいと思っています。うん、なるほど。 あとですねテロメライシンの承認申請に向けてどんな思いなのか社長のお言葉ぜひ聞きたいなと、えーまあ、2013年12月に上場してす、はい、すぐには開、まあ、開発が再でできなかったんですよね、うん、その間に岡山大学は、まあ、いろんなグラントを使って、まあ、自分たちのアイデアで、まあ、食道がんで、えー、どう効くかっていうのをまず世界に先駆けて いろいろこうチャレンジしてみようということで、岡山大学が臨床研究で食道がんの臨床試験やってくれたんですよね。で、はい、その時に、まあ、どんな食道がんでも使えるようにというよりは、できる限りいろんな併用薬がなくて、うん、エロメラシー単独でどのくらい効くかなというのを試したかったと。はい、その時に、まあ、アイデアに上がったのは、とてもオペに耐えられない方。はい。心臓の弱い方。はい。肝臓、腎臓が弱くて化学療法もできない方。うん まあそういう方に対してじゃあ今臨床で何やってるかっていうと放射線当てるだけなんですよね。うん、で放射線は効かないわけじゃないんですけども、ええ、放射線当てるのは非常にこうなんていうかな微妙なテクニックがいるんですよね。うん、でなおかつまあ治療治率もそれほど高くない。うん、でそういう患者さんっていうのもそれしかないんですよ。<ー>特に高齢の方ですね、うん、これから高齢化社会を迎えるにあたって、まあ、私どももそうですけども手術を拒否する方もたくさんいらっしゃって、うん、まあそういう方を対象にして テロメラシンをその放射線治療期間中に、えー、投与したらどうなるかと。企業治験の前に臨床研究でやってくれたんですね。はい、で、その結果非常にまあ良い結果といいます。か？はい、えー、まあ、6割方の方がほぼ消えているとうこういう状況になったわけです。中にはもう食堂が完全に詰まってしまうような、大きながん腫瘍ができた方で、はい、もうそういう方っていうのは放射線単独ではもう絶対助からない方なんですよね。 そういう方もほぼ食事が取れるようになったりですね、えー、という大きながんが消えるというような結果も出てきて、われわれとしてはなかなか治験再開できない状況だったんですけども、大変まあいい意味でのショックだったんですね、これならいけるんじゃないかということで、これを企業治験に切り替えて、じゃあ食道がん一本でまず頑張ってみようということで、われわれ、非常にこう強い思いを抱いて。 食道が,いいが,がんを対象に治療している先生方の間からは、えー、大変サポーティブなご意見をいただいておりましてう、えーまあ、そういった先生方と一緒に、えーまあ、臨床データをまとめてうん、まあ、理論構築をして、まあ、承認に向かっていきたいなというふうに考えております。 よくわかりました。テロメライシンが本当に希望を持てるお薬なんだなと理解いたしました。はい、社長どうもありがとうございます。ありがとうございました。